こんにちは。街道ヒストリア遠足バージョン3編目ですね。シリーズでは初回2回目は私が、ライターとしてのキャリアをスタートさせた高田馬場の街をね、2編にわたってお送りしたんですけども、今回はなんと1991年、平成でいうと3年ですか、私が生まれ育って住み慣れ親しんだ関西に別れを告げて、新規一点新天地東京へ、今日移しまして、最初に着地した町練馬区は桜台、西武池袋線のね、普通ね椎名町、東長崎江古田4駅目ですね、はい、もう各駅停車しか止まらないちっちゃい町、もう猫の額ほどの駅前があるという、そういう町でございます。ここに訪れるのは何年ぶりかな、確かね2007年とかそれぐらいかな、4号機の末期、まだオス番長とか元気だった頃に、当時ねワイドワークス、まだワイドワークスじゃなかったな、白夜書房の月刊漫画パニックセブン、お散歩連載エッセイコラムみたいなのやってたんですよ。あの一人マッパチって言ってね、まあ同じようなテーマで僕は東京生活始めた街っていうことで来たのが最後だったかな、16、7月ぐらい前ですか、はい、久しぶりです。なんかねすっげえおしゃれになってるんですよね。これ上を西武線が通ってるんですけど、僕が暮らしたあの90年代初頭はちょうどここをね線路が走ってて、対向式ホームっていうか線路が真ん中2本走ってて、こっち南こっち北ホームがあってね、でその辺にちっちゃい改札口があって、もうなんかこんなもうおしゃれムードゼロ、ほんとねしょぼくれた私鉄沿線、野口五郎の歌が聞こえてきそうな、まあ、あのそんな感じの街でした。じゃあそんなわけでちょっとお茶飲んで久々に懐かしい街を今回も散歩したいと思います。でも桜台自体はねちょっと歩いたら終わりなんで、さらにお隣の江古田へも足を伸ばしてみたいと思います。では最後まで、ご視聴お願いします。さあね、もうすっかり変わっちゃいました。さっきも言ったと思うけど、僕が住み始めた30何年前、もう線路がここ走ってて、確か駅舎がこの辺にあったのかな、でもこの一角変わってないですね30何年前とは、なんか取り残された感がある。ところどころねとか新しいマンション建ったりしてるけど、はい、あんまり進化がないですね。喫茶店まだやってるんだ、ここ築何十年だ、これすごいな。この感じも昔と変わんないです。いやー、なんだろう、こじんまり落ち着いてていいね。これで池袋まで10分ぐらいだからね、めちゃめちゃ暮らしやすいと思いますよ。あー、こんな店なかったっていうかね、俺この町住んでた頃というそんな今みたいに酒飲まなかったから、あんまりこういう居酒屋とかに目向かなかったんだけど、こうやって来てみたらいい店いっぱいあるな。南側にもね、こうこじんまりとした感じでちょっと真っ赤渋い居酒屋があるんですけど、ここはあんま来た覚えないな。潰れちゃったけど中華屋。あの僕が住んでたのはこれ桜台通りっていうんですけど、これ南北に貫いてる、でここ踏切だったんですよね。このちょうどね真ん中ぐらいのブロックにもうアパートがありまして、はい、そこに住んでました。当時で家賃7万4000とかだったかな。すっげえ狭い部屋で、でもロフトがあって、まあ一人暮らし、まあ一人暮らしではなかったんですけどね荷物もなかったし今ほど、でも家賃7万4000もう 1.45 倍ぐらいしたからね、生活は結構大変でした。じゃあ渡りましょう。はい、あのねこの辺に一軒パチンコ店があったんですけどね、どこにあったんだろう、あれなくなってる、確かね、あれこの辺だったかな、嘘ここか、いやどこだろう、もう分かんなくなっちゃった。いやひょっとしたらここかもしれない。あのね、こっちかこっちにうなぎの寝床のような、あ、土地の形でここだ、
こう L 字型になってるでしょ。まんまこの形になったあのパチンコ店ダイヤモンドっていうお店があったんですよ、うん、ここだここだここだ。完全なくなってるわ。入ったらパチンコがまずこう1列2列3列こっちもあったかな。通路が2つあって L 字のこの曲がり角のあそこに景品交換カウンターがあって、この L 字の短辺短いところがスロットコーナー。当時はねコンチネンタル3とリノ、子役落ちレンちゃんで有名なリノなんですけど、ここにあったやつは子役落ちレンちゃんじゃなく、だけどノーマルかといえばノーマルだったらね、あの子役抜きができたんですけど、それもできなかったんでよくわからない。ただ攻略を封じられていたよくわからない、でもたまに連チャンする意味不明なバージョンでした。いやーもう建物自体なくなっちゃったから残念でね、このアパートのすぐ裏から僕住んでたの、うん、はいはい。でここ北方ラーメン、ここよく来たな俺これ昔からあるんですよ、うん、ここはたまにおせちに余裕ある時食べに来ます。普段はねもうコンビニでとかスーパーでカップ麺買ってきておにぎりと一緒にわびしく食べてたんですけど、はい、あんまり街並み変わってないね昔と。お店が変わったぐらいで。じゃあこれね、そうそうこっち行って多分そこ入ったところが僕が住んでたところ で、この道ずっとまっすぐ行くと隣の練馬駅の北側に出ます。はい、その北側のちょい手前に松栄会館っていうパチンコ店があったんですけど、そこで実は例の僕のキャリアのスタートになるきっかけとなった13時間デスマッチで白いスーパーバニーが当時ねやけに連チャンしてめちゃめちゃ出るっていう噂があって、はい、それをうちに行ったお店が先にありました。今日もちょっと面倒くさいんで行かないけど、もうないですよ、もちろんないですよ、はい、そこで打ってデータを取って原稿文書に書いて、それが編集部さんにことのほかご好評いただきまして今があるっていう感じなんです、はい、まさに私の今が今の原点となった街ですね。そこのアパートでゴリゴリ手書きで原稿を書いて、それが私のキャリアのスタートでございます、はい、じゃあこっちもう一軒ねちょっと見てみたいスポットがある。信号が変わったら渡りましょうか、はい、懐かしいな、あんま変わってないな30年前と、うん、いや懐かしい、この微妙に人通りが少ない閑静な感じも30年前と変わってません。最後に訪れた2006年7年とも変わってないな、うん、駅が高架になってちょっとおしゃれで綺麗になったっちゅうだけですね。あー、この焼肉屋さんもおせぜに余裕がある時に来ました。あとランチですね、ランチは手頃な値段で食べれましたので、でこちらですね、あーそこの蕎麦屋さんもよくお昼とか来たな、うん、お金なかったから外食あんまりできなかったんだけど、ちょっとライター業でお金が入るようになってきたらこうちょいちょい優雅にね食べに来たりはしましたけど、さあもう一軒パチンコ店後を巡ってみたいと思います。こちらでございます。これはねストリートビューで確認済みなんですよ。あ、店変わったな、喫茶店だったんだけどな。そう、ここ喫茶店よくモーニング食べてたんですけどね、今焼肉屋さんになってます。こちらのローソンです。こちら、その昔桜台プラザというお店がございました。すごいもう渋いお店なんですけど、西武線沿線に何店舗かあるチェーン店だったんですね。今もね隣の練馬にはねあると思うんですよ確か。でここはもう本当にさっきの D 店もそうなんです、ここの P 店もそんなにお客さんはいない、もう本当に地元の人が朝隣の喫茶店でコーヒー飲んでふんわりこう羽物を打つっていう、まあ本当に昔ながらの町の P 店中間です。これ調べたら2012年それぐらいに閉店したそうです。さっきの D 店も閉店が多分それぐらいだったかな。その後なんか調べたら
雑貨店かなんかになってたらしいんですけど、建物なくなったっていうのは僕知らなかったですね。ちょっとびっくりです、はい、もう現状桜台の町にはパチンコ店が1店もございませんというわけで、ちょっと早いんですけど隣の江古田に飛んでみましょうか。まあ江古田も同じようにね、もうピーク園だいぶなくなっちゃったんであれなんですけど、まあ、思い出いろいろありますんで、歩きながらね、エピソードを紹介したいと思います。あのカードにあるローソンが、パチンコ店、桜台プラザさんで、その隣こちら今ねいいの馬刺しめっちゃ食べたいんだけど、俺馬刺し好きだから。ここ喫茶店だったんですよ当時ね。でよくモーニング食べたりとか、徹夜で原稿仕上げた後とか頭ギラギラして寝れないからっつって朝喫茶店行って隣の P 店で金物売ったりしてたんですけど、ある日ねいつものようにここでモーニング食べてたんですよ。でその日ねちょうど朝夜明けだったかな、たまたまコンビニで多数必勝ガイドの発売日だったんで夜明けに買ってきてモーニング食べながらもごもご読んでたの。そしたらね1ページ真っ赤なページがあって、そこにユニバーサル系2の2号機に攻略を発覚みたいな、ね、いわゆるあの世界全滅打法の第一報が載ってて、もう食べてたパン喉に詰まらせるぐらいびっくりして、とか言ってなって、隣のエコダのパチソ専門店にベル3とかあったんで、もうその足で行きましたよ。その後の話はまたエコダ編でまた行く話しましょうか。はい、というわけでじゃあそのエコダの街を続きゆっくり巡ってみましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバーイ。